皆さんこんにちは、ビレージェンド大林です。今回は、肩トレのね、実践的な内容に入っていきます。セット数とレップ数、どういう風に組んだらいいのっていうところを解説していきます。やっとですね、皆さんが、これが知りたいんだよっていうね、確信に入ってきましたけども、随分お待たせしました。やっぱりね、こう、どういう風にセットとかレップ数決めたらいいのっていうのは、肩に限らず、あらゆる部位で皆さん迷うところではあると思います。もちろんね、レップ数とかセット数っていうところは、個人差が非常に大きいです。やっぱりトレーニング始めたての方と私みたいに、十何年も筋トレやってる方、競技をやってる方では、全然ね、必要なトレーニングの強度が違うっていうのは、想像していただけると思うんですけども、その中で、大体一般的にはこれぐらいの範囲で収まるよというね、これぐらいの範囲の中でご自身に合った内容を考えてみてくださいというね、一つのね、目安になる数字を今回は皆さんにね、教えていければと思っております。ぜひ参考にしてください。おすすめのレップ数とかセット数っていうのは、三角筋のそれぞれのね、フロント、サイド、リアのね、各部位によって実は結構違ってくるので、また部位別に紹介をさせていただきます。それだけね、肩って結構鍛え分けが重要な部位で、デリケートな部位でもあるので、その辺もね、しっかりね、理解していただきながら聞いておいてください。ではまず最初にフロントデルトですね、三角筋全部のトレーニングなんですけども、必要なセット数1週間に6セットから20セットの間です。めちゃくちゃ幅が広いですよね。なんでこんだけ幅が広いかっていうと、前回の動画でもお話ししたんですけども、三角筋全部に効きやすい方と効きにくい方っていうのがいらっしゃるんですよ。三角筋全部に効きやすくて、何も考えずにショルダープレスとあとはベンチプレスをやってれば、どんどんね、フロントデルトが大きくなっていきます。そういう方は6セットぐらいで全然いいんですけども、私のようにフロントデルトに効きにくくて、サイドデルトに効きやすい体質の方、特に私なんかはですね、ひどい時はベンチプレスでも三角筋チューブに効いたりするんですけども、そういう体質の方の場合はやっぱりそれだけたくさんのボリュームをフロントデルトに割いていただいてトレーニングをしていかないと、なかなかね、バランスよく成長していってくれないので、6セットから20セット1週間の間にですね、という、幅広い設定をさせていただきました。フロントデルトが発達しやすい方は、例えば2種目3セットずつぐらいでいいんですけども、私のようにフロントデルトに効きにくい方の場合は、3セット3種目合計9セットを週に2回やって、週の合計のセット数が18セットっていう形で、かなりねボリュームを割いていただいてやっていただく必要があるかもしれません。それだけね、体質によって左右される部位であるっていうことはしっかり覚えておいてください。そしてレップ数なんですけども、これがね、6レップから12レップの間でセットを組むのをおすすめしてます。これも若干幅がありますけども、目安としてはショルダープレス系の種目はレップ数少なめですね。6レップから8レップぐらいを目安に、フロントレイズ、レイズ系の種目の場合はレップ数多め、8レップから12レップぐらいの間で組むっていうのを目安にしていただくといいと思います。特にレイズ系の種目っていうのは、関節への負担がね、大きくなりがちな種目でもあるので、高重量をブンブン振り回すと思わぬ怪我につながってしまったりするので、軽めの重量で多めの回数設定で丁寧にやっていただくっていうのがおすすめです。で、逆にプレス系の種目はガンガンやっていただいて重量を伸ばしていただきたいので、重量を伸ばしやすい高重量の低レップ域、6レップから8レップぐらいの目安に重量をどんどん伸ばしていただくように組んでいただくと、効率よくね、成長していくことができます。ぜひ参考にしてください。そして次ですね、サイドデルト、皆さんがね、一番つけていきたい、こう張り出しをつけてくれる部位ですけども、サイドのおすすめのセット数1週間に6から12セットの間で組んでいただくのをおすすめします。フロントデルトに比べると、ちょっとですね、幅が狭くなりますよね。それだけですね、サイドデルトって動作がね、単純なんですよね。肩関節の外転、このね、横にね、上げていく動きで鍛えられるっていう、非常にね、単純な動作で鍛えられるので、どんな方でもね、割と効かせやすい部位でもあるんですね。
なので必要なセット数の幅っていうのは、まあ、狭まってくるかなという感じです。2セット3種目ずつで、まあ、もっとね、重点的に大きくしていきたいっていう方は4種目3セットずつぐらいがまあ目安になってくるかなと思います。おすすめのレップ数なんですけども、まあ、10から15レップぐらいでセットを組んでいただくのをおすすめします。サイドデルトの種目っていうのはレイズ系の種目が中心になってきますよね。フロントレイズのところでもお話ししましたけども、レイズ系の種目っていうのは肩関節への負担も大きくなりがちなので、あんまり高重量低レップでガンガン追い込んでしまうと思わぬ怪我につながったりしてしまうので、重量軽めで回数は多めでセットを組んでいただくのをおすすめしています。でちなみにね、サイドデルトはショルダープレスなんかでも補助的に使ったりするので、そういうのでこうしっかり刺激が入るよ、発達してる感覚があるよっていう方はレイズ系の種目を少なめにして、その分ねショルダープレスをサイドデルトの種目にカウントしていただくっていうのもいいと思います。まあ、フロントデルトの種目とサイドデルトの種目としてカウントしていただいて、例えばダンベルショルダープレス3セットやったらフロント3セットとサイド3セットに数えるっていうやり方でもいいと思いますので、そこはご自身の聞き方によってちょっとね微調整していただくといいと思います。そして最後ですね、一番重要なリアデルト、三角筋後部におすすめのセット数なんですけども、週に12セットから24セット、他の2部位に比べてかなりセット数多めですよね。最低限必要なセット数も12セットで、フロントサイドの6セットに比べるとまあ倍になってますよ。最大のセット数も24セットということで、かなり多めのセット数に設定してあります。これだけリアデルトに刺激を入れるっていうのは難しいということなんですね。それだけやっぱりね、リアの発達が遅れてる方っていうのが非常に多いんですね。前の動画でも話しましたけども、リアデルト三角筋後部って背中のトレーニングで補助的に使うところではあるんですけども、それだけだと刺激が足りない。でフロントサイドに比べるとやっぱりどうしてもね発達が遅れてしまいがちなので、その発達の遅れを補うためにリアはリア用の種目をしっかりやり込んでいただいて、それだけね時間を割いていただいてトレーニングをやり込んでいただくっていうのが、まあ、見た目を整える上でも高重量のベンチプレスとかねプレス系の種目で怪我を防ぐという意味でも非常におすすめになってきます。地味でね面倒なトレーニングが多いですけども、頑張ってねリアデルトのトレーニングっていうのはしっかり取り組んでいただければなと思います。まあ、なので4種目3セットずつで12セット、またはそれを週に2回やって24セットやるみたいなね、結構なねボリュームを割いてやるのを私はおすすめをしています。おすすめのレップ数なんですけども、だいたいですね12回から15回の間でセットを組むのをおすすめしています。サイドと似てるんですけども、やっぱりリアってねすごい小さい筋肉でものすごい怪我のねリスクが大きい部位でもあるので、あんまり高重量でガンガンやるとやっぱり思わぬ怪我につながってしまうんですね。まあ、なのでリアの種目は基本的には重量は低めでレップ数多めでセットを組んでいただくっていうのがおすすめです。個人差によって結構そのおすすめのセット数っていうのは幅があるので、目安のセット数の中でご自身に合ったねセット数っていうのをしっかり探していただいて、ご自身にとってベストのやり方っていうのを見つけていただければと思います。ぜひ参考にしてください。この動画が良かった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。そしてね公式 LINE の方でもお得な情報を配信しておりますので、概要欄のリンクをクリックタップしていただいて、ぜひ登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。